こんにちは、のり太郎です。本日は投資資金を作りたいのになんだか思うように作れないなという方におすすめの動画になっています。今回の動画は YouTuber の両学長さんの本とか動画、あとは節約系の YouTuber のガマグチ夫妻の節約チャンネルさんなどの動画を参考にしておりまして、私も実践できているところもあり、まあ、取り組み中のものもありますが、無理なく投資資金を作るいろいろな考え方がありましたのでご紹介したいと思います。さて、いきなりの質問なんですが、この動画をご覧くださっている方の中にはまあすでにお金持ちという方も多いと思うんですが、お金持ちとはどんな人を指すとお思いでしょうか。私は投資を始める前まではですね、高級車に乗っていたり豪邸に住んでいるような人がお金持ちなのかなと漠然と思ってましたが、実は高い高級車に乗っていても借金に追われている人、実は貧乏だったりする人もいますし、豪邸に住んでいても遺産相続などで破産してしまうような人も結構います。ついついお金を使っている人をお金持ちと勘違いしてしまいがちなんですが、いろいろ勉強していると定義は実は簡単だということが分かりまして、収入が支出を超えている人がお金持ちということでした。まあ、これは簡単な話なんですけど、まあ、年収が高い人というわけではなくて、この収入と支出の差をいかに大きくするかが鍵になるということになります。つまり年収の高さではないということで、年収1000万でも支出が1000万を超えていれば貧乏ですし、逆に年収300万円でも支出が200万円ぐらいであれば毎年100万円貯金できるということで、お金持ちであったりと、そういう定義で分かりやすいかなと思います。そこで私はコイン投資をおすすめしているわけなんですが、今の日本人の、まあ、私たちの40代のような世代とかもっと若い世代はそもそも生活がカツカツで投資に回せる余裕なんてありませんよというような意見の人が結構多いのではないかなと、私の周りも見ても感じています。そこで先ほどご紹介しました両学長さんなどの動画の中で、まあ、かなり確信をついている動画がありまして、金食い虫の割高キーワード3選という動画がありまして、こちら概要欄に貼っておきますのでぜひ見てほしいのですが、その金食い虫の割高キーワード3つというのが安心、見栄、最新の3つになります。これは年収がもしかしたら高い人の方が陥りやすい罠かと思いますし、お金持ちの方では自然に逆にこれを避けてきたという方ももしかしたらいらっしゃるんではないでしょうか。ということで今回の動画のタイトルは、投資資金を作りたいのにこれをやってる人は即死という少し過激なタイトルなんですが、投資資金が作れない人というのが、投資資金を作るために参考にしていただければ良いかなと思いますし、投資資金が確保できている方はさらに投資資金を増やす方法が、まあ、もしかしたら見つかるかもしれないので参考にしてもらえたら嬉しいかなと思います。それでは早速参りましょう。投資資金を作りたいのにこれをやってる人は即死の1つ目、家賃の高い家に住む。これはもしも経営か何かをされていて節税のために住んでいるという場合は少し話が違いますが、一般的な労働収入で、暮らしている場合、不動産屋さんなどに行くと、家賃は給料の手取りの 30% ぐらいであれば全く問題ありませんよとよく言うんですが、まあ、私のような一般庶民がですね、投資をしたいのであれば手取り額の 20% 以下っていうのを目指す必要があるかと思います。手取りが、まあ、例えば20万円であれば4万円、25万円であれば5万円という具合です。で、これを聞いてと思われる方がほとんどではないかなと思います。
特に都会ではこの家賃の、額っていうのは全く非現実的ではないかなと思います。ただサラリーマンであればこれくらいというのを目標にした方がいいというのを念頭に置く中で、まあ蓄財のスピードがやっぱり変わってくるのかなと思います。まあ、固定費の中で圧倒的に大きな割合を占めるのがこの家賃なんですが、まあ、よく世界の大富豪が普通の家に住んでいるとか普通の車持っているというような話をよく耳に聞きますが、その理由はこちらの理由になるかと思います。これはね、冒頭でお話をした金食い虫の割高キーワードの安心、見栄、最新を当てはめると分かりやすいんですが、それの逆でも良い家っていうのがあるので、それを見つけると良いかと思います。つまりセキュリティなどはそこそこで、見た目もそこそこ、もちろん新築などはもってのほかで、築年数がそこそこの家にすると割安になると、真逆で割安になるということです。私的には建てられている方角とかですね、日当たり、あとは間取り、あとは壁の厚さっていう、まあ、そういうものにはこだわるんですけど、先ほどの割高キーワードの安心、見栄、最新っていうのは自然と避けてきてきたのかなと思います。それでないものにすれば割安ないい物件っていうのは割と見つかるんじゃないかなと思います。それで手取り額の 20% 以下を目指せれば蓄財のスピードが上がるのは間違いありませんので、参考にしてみてください。次に、投資資金を作りたいのにこれをやっている人は即死の2つ目になります。2つ目は無駄な保険に入っている。こちらも先ほどの両学長の、まあ、こういった本とか動画を参考にしますと、極論ですが必要な保険は1つ目が火災保険、2つ目が自動車保険、車両保険抜き、3つ目が生命保険掛け捨て型の3つで十分だということです。でもちろん自動車保険は自動車を持っている人限定になりますし、生命保険は未成年のお子様がいる人限定になります。それ以外は基本的に不要ということで、積み立て型とか投資型の生命保険や先進医療保険などは、まあ、基本的にいらないということで、私もかなり保険はスリム化しました。医療保険がいらない理由としましては、日本には国民皆保険制度という世界に誇る制度がありまして、毎月高い保険料を払っています。で、高額の医療費がかかる場合でも、保険の適用範囲内であれば収入にもよるんですが、まあ、通常の平均的な収入でしたら毎月10万円ぐらい以上はかからないという制度になっています。病院にかかるときに前もって申請をすれば高額な医療費も一時負担などもありませんし、そのために皆さん給料から、まあ、強制的に保険料とか国民健康保険料毎月支払っておりますので、それに加えて医療保険に入る必要はないということで、その分をもし入っているんであれば積み立てに回したり貯金していれば事足りるということになります。基本的に保険の役割っていうのは、そもそもなんですが、発生確率が低いけど損害が甚大になってしまうということに対しての保険をかけるということになりますので、保険で儲けようとかですね、運用しようというのは二兎を追うの一兎も得ずという状態になってしまいます。それで言いますと、火災などは発生確率は低いんですけど損害が甚大なわけなので、火災保険っていうのは最低限入る必要があるかと思いますが、年間3000円程度で入れる安い保険もありますので、高い保険料を払っている方は見直されるといいんじゃないかなと思います。また自動車保険につきましても、発生確率が低いが損害が甚大なわけなので、こちらも入った方がいいと思うんですが、まあ、自分の車両が破損した際に降りる車両保険っていうのはコストパフォーマンスがあまり良くないので、
不要ということなんですが、これは前提条件がありまして、そもそも新車が必要かどうかという話にも連動してますので、まあ、長年同じ車に乗っている方とかですね、中古車で安い車を買っている方っていうのは車両保険を外した方が、お得になりますので、まあ、かなり、3分の2ぐらいに圧縮できますので、外した方がいいかなというところです。で、その分貯金に回しましょうということですね。で、あと生命保険が未成年の子供がいない方に以外には不要な理由としては、こちらの表になります。公益財団法人生命保険文化センターというところが出されている各年齢ごとの死亡率っていうのをまとめたものです。0歳から100歳以上まであるんですが、これを見ますと、皆さん大体保険の脅し文句で脅されているのが、一家の大黒柱にもしものことがあった時に残されたご家族のことを考えると、まあ、教育資金がどうのこうのという殺し文句がありますが、60歳定年の時の死亡率っていうのをピックアップしてみますと、男性60歳の死亡率は 0.627% で、女性の60歳の死亡率の場合は 0.284% とさらに低くなります。男性の死亡率は100人中1人死ぬかどうかっていう確率ですね。1000人いて6人ぐらいがお亡くなりになるということです。この確率のために毎月3000とか5000とか払って、まあこれ掛け捨てでも払わなきゃいけないんですが、まあ、仮に毎月3000円を年利 5% で22歳から60歳まで積み立て NISA で運用したとしてですね、そうすると398万円になります。毎月5000円だとなんと664万円にもなってしまいます。掛け捨ての保険だともちろん60歳時に0円ということで、その差が安心を買うために払ったコストということになります。まあ、高級車1台分、まあ、664万円ってすごい額なんですが、それの額で1000人に6人ぐらいしか死なないけどコストを払っているということになってしまいます。で、もし、まあ、仮に1万円払ってたら1328万円になります。死亡率 0.6% の確率にそれだけのコストを払う価値があるかどうかというところなんですが、仮に若くして一家の大黒柱が亡くなってしまったとしてもですね、その時は国民年金と厚生年金から遺族年金というものが支払われます。仮に子供が2人で、まあ標準報酬月額っていうのがまあ25万円ぐらいの家庭であれば、月13万円程度が支払われます。十分とは言えないですが、決して収入がゼロになるわけではありませんし、その他にも国とか自治体で、収入が途絶えた場合に救済してくれる措置っていうのがありますので、もう人生は終わりだということは決してないかなと思います。大人の責任とか子供を養う責任とかいう、そういうマインドコントロールに騙されないように冷静に数字を見るということが大事かなと思います。ということで、まあ、保険のところはセンシティブなので説明がちょっと長くなってしまったんですが、次からはちょっとサクサク参りましょう。続いて投資資金を作りたいのにこれをやってる人は即死の3つ目、高頻度の外食。まあ、外食が全部悪ではないんですが、高頻度っていうところですね。もちろんたまにやっぱり外食もいいんですが、外食には当たり前ですが、そこで働いている方の人件費とかその建物の家賃とかそういったものも含まれます。なのでそれらの経費は無駄ではないかという、まあ、一度考えるということが必要かなと思います。で、そうではなくて時間を買ってるんだよという方には、まあ、一度例えばご自身の給料などから時間の単価を計算していただいて、それでも作る時間を考えても割に合うのかというところであるを一度計算されると良いかなと思います。で、もう一つですね、外食には落とし穴がありまして、それは
食べるものの自由っていうのもありますが、同時に病気になる自由もあるということです。ちょっと意味が分かりにくいと思うんですが、私が外食が実際あまりできなくなった秘訣というのをお教えしますと、食品添加物などを意識するということで極端に外食ができなくなります。分かりやすく説明しますと、毎食マクドナルドを食べていてはすぐ病気になりますよというのは誰でもちょっと感覚的に分かるかなと思います。で、一つおすすめなのが、こういった本ですね、ダイレクト出版でたまに今 CM やってますが、ルネサンスボリューム13、食がもたらす病という本なんですが、これを一冊読むだけでまず外食は一切できなくなるかと思います。一例をご紹介しますと、超加工食品って、5品目以上の添加物が入っているようなものですね、添加物がいっぱい入っている超加工食品っていうのを 10% 増やすとがんのリスクが 12% アップするという話とか、あとは減塩が病気を作るという話とか、あとは健康になりたいっていう人のために50年間医者いらずの健康献立とかですね、いろいろな外食ができなくなるどころか、やっぱりコンビニなんかでも、あまり物が買えなくなるようなお話がいっぱい出てきます。そういうことを言うと、何も美味しいものが食べなくなる、なれるんじゃないかとお叱りを受けそうなんですが、それで自分だけならいいんですけど、大切な家族ですね、特に私なんか小さい子がいるので、家族の寿命が伸びるとしたら全然悪い話じゃないんじゃないかなと思います。ましてやお金が貯まれば一石二鳥かなと思いますので、高頻度の外食っていうのはやめた方がいいんじゃないかなと個人的に思います。それでは次に参りましょう。投資資金を作りたいのにこれをやっている人は即死の4つ目、携帯3大キャリアで契約している。これはすごく単純なお話で、ドコモ、au、ソフトバンクなどの携帯の3大キャリアではなく、今の世の中格安 SIM で十分じゃないかという話です。多分若干不便な面もあるんですが、月々5000円受けばですね、例えば毎月地金型の1オンス銀貨が1枚買えてしまいます。で、今私は富山県に住んでるんですが、富山県でもと言ったらちょっと富山県の方に失礼なんですが、富山県でも格安 SIM で特に不便なことはないですし、たとえギガ数が月の限度を超えても低速で 1Mbps という速度を保ってくれるプランであれば、インターネットはちょっと遅くなるんですが、YouTubeの動画なんかはサクサク見ることができますので、携帯料金のスリム化っていうのは、やりすぎるぐらいでもいいかもしれないです。ということで、3大キャリアじゃなくてもなんとかなりますよと、その分投資に回せるんじゃないかというところです。じゃあ最後もサクッと参りましょう。投資資金を作りたいのにこれをやっている人は即死の5つ目、時間を買うということで、これは先ほどの外食も含まれるんですが、 Uber Eats とかああいうフードデリバリーみたいなやつですね、とか家事代行とかですね、お掃除代行とか、そういうものは基本お金持ちがやることで一般庶民がやることではないので、言うまでもないかなと思うんですけど、最初にご紹介した我慢口夫妻の節約チャンネルさんの言葉をお借りしますと、これらを自分でやればそれは立派な副業と同じじゃないかということをおっしゃってました。で、社会人の方に分かりやすく説明すれば、家事とか買い物なんかも仕事の一つと考えればですね、やらないってことは、職務怠慢に課せられる罰金じゃないかなと考えれば、家事も大切な仕事の一つかなと思えるかもしれませんし、やっぱりそういった節約するんであれば、時間を買うっていうのは
もっともっとお金が増えてですね、自分の時給単価が上がった時点でやるべきものかなと思います。ということで、今回ご紹介した投資資金を作りたいのにこれやっている人は即死の項目はこの5つになります。1つ目、家賃の高い家に住む。2つ目、無駄な保険に入っている。3つ目、高頻度の外食。4つ目、携帯3大キャリアで契約している。5つ目、時間を買うということで、これらを実践するだけでも、もしかしたら最初にお話しした収入が支出を上回るお金持ちになれるかもしれませんし、それをコイン投資に限らず投資に回すことで資産がより加速度的に増えると思いますので、ぜひ一つでも参考にされて実践されてみてはいかがでしょうか。ということで、今回のお話は以上になります。いつも見てくださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。You and me, meant to be